皆さんこんにちは、朝薙ぎコンサルティングの加山真理乃です。今日はですね、退職代行を利用した後にですね、よくある質問についてちょっとお話ししたいなというふうに思っております。退職代行ですね、希望の日にですね、退職したい、という退職希望者のですね、意思を、お伝えして、で無事退職が完了しましたっていう、完了した後にですね、離職票等 の書類がですね、会社から実際本人にですね送られてくるのが一般的なんですけれども、中にはですね、一向に待っても届かないという方がですね、たまにいらっしゃいます。その後転職とか考えているので、届かないととても困ると。で、退職代行を使っているぐらいなので、直接会社には言いづらいというところで、離職票のですね、請求をしてくれませんかというふうに聞かれる、言われることがたまにあります。で、私もですね、退職代行をして代わりにですね、お伝えするときに、一緒にですね、本人が、離職票等を希望してましたよということも合わせては伝えるんですけれども、やっぱりですね、送ってくないところはあります。で、理由なんですけど、結構ですね、嫌がらせとかで、離職票を送んないとかっていう会社も本当に、残念なんですけれども、たまにあります。でもそういう会社だから、辞めたいというふうに、辞めたいって、退職代行を使っても辞めたいというぐらいですから、そういう会社も実際はあってもおかしくないのかなと思うんですけれども、でそういう時に、2、3週間後ですね、私の方に連絡が来て、で私からも、本人が離職票をまだなので送ってくださいって言ってましたよっていうことをお伝えするんですけど、それでも送ってこない会社っていうのはやっぱりあります。で、私もですね、自分がこう本人の、代わりに伝えたところで、例えばこう私の言葉とかに強制力とかがあるわけじゃないので、なかなかですね、会社はそれに従おうとしないというのは、やっぱりしょうがないことなんですね。で、そういう時に、一番ですね、いい方法がありまして、離職票とか送ってこない場合はですね、ハローワークに相談するのが一番だと思います。で、ハローワークに相談すると、ハローワークから会社にですね、連絡して離職票を送ってくださいというふうに、代わりにですね、ハローワークの人から会社に連絡をしてくれるので、会社もですね、さすがにですね、ハローワークに言われたらやっぱりほとんどの会社がもう出します。で、これでも出さないところっていうのは、そもそもそういうのを請求サイトを送るのはもう義務ですから、出さないっていうこと自体がもうおかしいと言いますか、必ず出しなさいと決まってますので、そこはやっぱり強く主張してもいいのかなというふうに思います。大体ですね、ハローワークがもう言えば送ってきます。で、それでも送ってこないっていう場合は、必ずですね、次の会社でとか、いろんな手続きでですね、必要になるとしても、事情を話せばですね、必ず対処法ありますので、離職票が手に入らなくてもですね、特に焦ることはないのかなというふうに、思います。ハローワークも一番最初はですね、まずは自分で請求してみてくださいっていうことを、一応言うんですけれども、そういう時は、例えばね、私に代わりにね、ちょっと言いづらい事情があるんで、加代さんに、加代さんって方に、代わりに言ってもらったんですけど、それでも送ってきませんっていうことで、退職代行とかをね、使った方は、言ってもいいんじゃないかなと普通に思いますし、今世の中的にそれ別におかしいことでもないので、自分で言わずに辞めてったっていう人はやっぱりたくさんいるので、そういうパターンも必ず想定内にあります。手続きする方もなので、そこは特段ですね、深く考える必要はないんじゃないかなと思います。で、今日はですね、ちょっと、退職代行を使った後に、離職票とかが来ないんですけどどうしたらいいですかという質問が多かったので、ちょっと動画で説明させていただきました。結論としては、ハローワークにですね、代わりに会社に言ってくださいというふうに頼めば、ほとんど出してくれます。それでも出さない場合は、他にもですね、代替案、各役所、たくさん必ずありますので、そこは安心していただければというふうに思っております。また、動画を更新したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。